カニ散歩。今日のカニ散歩は国立科学博物館筑波実験植物園の南西方面を歩きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。正門から入園し、教育棟を経由して温帯自然植物西方面へ向かいます。温帯資源植物を鑑賞しながら北へ向かうと、ガラス張りのサバンナ温室が見えてきます。サバンナ温室に入りました。たくさんのサボテンやアロエ、ブーゲンビリアなどを鑑賞することができます。サバンナ温室の外周を一周すると、そのまま熱帯資源植物温室に入ることができます。サバンナ温室と熱帯資源植物温室との連絡通路では、特別に触ったり嗅いだりできる植物が展示されています。資源植物とは、食材、産業原料、木材、香辛料、薬、観賞用などに使われる私たちの生活に欠かせない植物です。熱帯資源植物温室を一周してサバンナ温室に戻りました。サバンナ温室を北へ抜けると熱帯雨林温室が見えてきます。今日は西から回って熱帯雨林温室を1階から見ていきます。ここには食大黄こんにゃくをはじめとする日本では珍しい植物が多数展示されています。熱帯雨林温室の2階へ上がります。
たくさんの食虫植物が展示されています。今日のカニ散歩はここまで。次回も筑波実験植物園内を歩きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。